どうもこちらめめです。今日も神 VS 神の解説をやっていこうと思います。では見ていきましょう。これはまず開幕 DT4 かな。DT4 ですね。いつも通りの DT4。それに対して、マフマスさんは、右側のカウンターを組んでいる。今のところ青ハッカの3連鎖ですね。上の赤ハッカの3連鎖もある。さあ、T スピンシングルでドネイトして、てから平積み3連鎖打ってくる。それをテトリスで総裁に当てましたね。まあ、総裁外してもよかったかな今の。さあ多連結2連で完全総裁。さあここからは積み込みですね。さあ連結3連の、4連鎖、これは受けてから T スピンダブルテトリスを返して、青ハッカで4連鎖、3ダブの4連鎖か、3ダブの4連鎖で返される。まあ、これ T スピントリプルの先読みだが、 Z ミノの置きミスした。さあこれしっかりリカバリですね。 T スピンミニでリカバリした。バックトゥバックが切れていたので T スピンミニでバックトゥバックをつけて、しっかり BTB 付きのテトリスと、まあ、テトリスのその重要な一つとしてやっぱりバックトゥバックを維持するっていうのはすごい重要なので。と言ってる間に、6連鎖が飛んできて、結構穴ばら来てますね。さあ、T ミノで整地して、地形を平らにしてからテトリス、T スピンダブル。さあ、若干迷っていたが、青発火した。これは4ダブか。4ダブでかい。かなり、お邪魔を巻き込んだ4ダブ。さあ、ダブリ消し、ダブリ消し、ダブリ消し。さあ、青発火かと思いきや、そっちか。こっちにも3ダブ。さあ、これ T スピントリプルで、おっと刺さる。これはどうだったんだろう。ギリギリ受け切れるとおそらく判断したけど、ぴったり刺さってましたね。おそらく判断ミスでしょう。受け切れると思ったのが受け切れずに、ぴったり刺さって1本取られる。さあ、これは中開けテトリスで、テトリスを打って、で、まあまあ火力は出そうな地形ではありますね。さあ、ここ、ヨシヒロ済みで、T スピンミニから T スピンダブル。と打って火力を送ってって、ヒーロハッカの2連鎖。さあ、これ STSD で T スピンダブル、T スピンダブルと連続で青が引けずに刺さる。緑ゾロで単発打って、紫ゾロで単発打って、これ青で、ハッカで3連鎖打って、汚い。なるほど。黄色か。黄色が2個来てるの見て、黄色に伸ばしましたね。さあ、4連鎖。さあ、こちらはその4連鎖を受けてから、テトリス、テトリスと打って、3列目に2個振って刺さる。まあ、これは相手が辛そうなの見てで、しっかり見て、総裁外してテトリス打ったのが良かったですね。さあ、再び DT4 で、これは DT パフェルートかな。DT パフェルートだが、パフェが取れるね。Z ミノ、L ミノ、O ミノでパフェ。さあ、マフマスさんは、紫ハッカだが、引けずに埋まる。赤の単発じゃなくて、回してから2連鎖か。2連鎖で、幽霊に緑が乗ってた。さあ、それが、功を制したか。8-1で2連鎖で耐える。さあ、連結2連で、いやー、耐えながら、なんか、形がだんだん綺麗になってってるぞ。やっぱり耐え方うまいっすね。本当に。受け方というか、消した後に、またなんか、形がいいんですよね。さあ、こちらは連つなげて、2ダブ。これを受けてから、送る。さあ、赤玉と、3段。4連鎖で、完全総裁ではなかったけど、1個まで減らしましたね。パティスピンダブルから、ダブル消し、紫ハッカで3連鎖。3連鎖を、後打ちで返したが、相手には振らなかったですね。さあ、ここから平積み。さあ、緑来るか。緑が来ずに刺さる。まあ、今のは緑ゾロでしかハッカができないので、ちょっと確率的にはまあ厳しかったですね。まあでもおそらくそれぐらいしないときつかったのかな、多分。
一個しか緑ゾロが来なくても必ずそのちぎってしまうような形だったので、ちょっと厳しかったですね。さあパフェ取って、積み込み、さあ発火されて、これ結構でかいな。見にくいけど6連鎖ある。6連打たれて、総裁外してテトリス送るけど、6連がでかくて、帰らないですね。ダブル消し、掘り連で掘りに行って、さあ、同色の2ダブの3。2ダブの3を受けて、Tスピンダブルかシングルか迷ってるけど、シングルにしましたね。シングルからテトリス掘りで、Tスピンダブル。さあ、できるだけ積もって積もって、2ダブの3だったか。今、幽霊で2ダブになっていた。ちょっと今の見えなかったな。さあ、追い打ち体制に入ってきた。4ダブの追い打ち。しかし、これはまだなんとか受け切れてる。さあ、2ダブの追い打ち。かなり穴場が来てるのを見て、追い打ちに来てますね、これは。さあ、エルミの置きミスか？今のはちょっと横置きで良かったと思うけど、おそらく今のは置きミスでしょう。さあ、なんとか掘ってって掘ってって、発火される。いや、でかいぞ、これ。7連鎖ぐらいやる。7連鎖打たれて、どうだ、これ耐えれるか？ T スピンダブルで相殺して、ギリギリか。ギリギリ耐える。さあ、T スピンダブル打って、ここで穴が直通できている。さあ、茨追い打ちが来るが、なんとか耐える。いや、危ないですね。下穴が直通できたので、全然問題なく耐えれたが、非常に危なかった。さあ、黄色発火の3連鎖。さあ、なんとか掘り切れてはいるが、これだいぶ時間が経過してるんで、そろそろマージンが来るぞ。テト側にはまだマージンは来ていないが、プヨ側にはマージン来てるんじゃないですかねって言おうとしたら、テト側にもマージンが来た。さあ、4連打たれて、これ辛いぞ。さあ、マージンで苦しい立ち回りの中、どう勝ちをもぎ取るかといったところだが、さあ、ここでドネイトして、ティースピンダブル、赤発火の3連鎖。あるが、一回単発で、整地して、3連鎖。Tスピンダブルテトリス打って返すが、4個しか振らない。さあ、できるだけ積もって、青発火で、2ダブの3。さあ、受けて返すものの、2連鎖。2連鎖で返るのか、あれ。いや、しっかりやっぱりマージンを考慮して、できるだけ最低限のプヨ量で操作しに来てますね。さあ、Tスピンダブル。連結2連。さあ、ダイブ振る。さあ、うまく、小さい攻撃で短い攻撃で整地しながら、と思ったが、ここで大きく来ましたね。2取りの3取りだった、今。でかかった。さあ、これ S スピン。S スピン入れて、テトリス掘りかな。テトリス掘り、黄色発火の2連鎖、と青発火の2連鎖。茨からの2連鎖で、結構振る。連結2連の3連鎖。さあ、ちょっとこれ T 意味の遠いが間に合った。掘って、で、ジェイミの、大海の、ちょっとホリレン繋がんないな。ホリレン繋がらずに撃たれましたね。これは、ホリレンが繋がらないのを、おそらく見切られたのかな。7連鎖撃たれて、もう絶望的ですね。あ、やっぱりマージンの後の立ち回りも上手いな、本当に。しっかり、短い連鎖数で、総裁しながら、大連鎖で一気に決めていくと。ホリレンが繋がらないのをおそらく見切られましたね。さあ、これは、中開けテトリスで、STSD、T スピンダブルと打って、T スピンダブル、テトリス、T スピンダブル。さあ、発火されて、これでかいっすね。7ダブか。7ダブ打たれて、まあ、これしっかり受け切ってから、2ライン消し、3ライン消し、青発火の1、2、3、4、5連鎖ぐらいすでにありますね。高い。
しかも発火点が高いんで受けが広いぞと思ったがぶっ壊してきた。そこから2ダブの4連鎖ぶっ壊してきましたね。さあダブル消し、さあ再び中開けテトリスでどんどん火力を構築していきたいところだが、マフラさんはこれは同時消しかな。どうなってんだこれ。2トリの3トリでいけ、凄まじい同時消しでこちらに火力を送ってきましたね。さあ2ラブで総裁に当てる、それを総裁外して T スピンダブルで返す。3ライン消し、2ライン消し、3ライン消しとちょこまか火力を送って両側に積もらせる手数を減らしてますね。3連鎖打たれて後打ちで、後打ちするものの完全総裁でた連結2連の3連鎖、 T スピンダブルで1回総裁当ててテトリスを送る。さあちょっとホリレン繋げて4段振った。青が埋まったか、ギリギリ。今青の発火点がギリギリ埋まらなければ一応2連鎖はありましたね。ただまあぴったり4段振っていたので確率的な問題ではなかったですね。あ、いい感じにまとめ打ちしたのが刺さった感じかな。今のまとめ打ちは比較的まあ良かったと見ていいでしょう。はい、じゃあまあこんな感じで今日もお疲れ様でした。良ければチャンネル登録の方と、評価の方もぜひよろしくお願いします。では、ありがとうございました。